はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで今回もやっていきましょう。恋バナ恋愛体験版、パート11です。はい一体俺がどこまで英語の英数字で言えるか、自分でもちょっとそろそろ不安になってきましたが、はいまあ、今回もやっていきましょう。こちら、そうだね、なんか前回は校長たちの話だったり、まあタイガーサイドだったりとかいろいろありましたが、まあ今回はね、久々にカナタサイドに戻ってまいりましたので、まあ今日も最後夜の自室といいますか、まあ部屋でのね一幕やっていきましょう。てなわけでレッツゴー。結局のらりくらりとかわされてしまったな。どれだけ俺が前のめりに行こうとも、すべてを受け止めやんわりと返してしまう春風めぐり先輩に早くも打つ手なしになっていた。やっぱり思っていたようにはいかないか。俺の計画では脱童貞とまではいかないものの、初日の時点で彼女ぐらいはできているつもりだったのだが、現実はやはりそう甘くはないらしい。早えな初日でああくそ、こうやって考えてる間もめぐり先輩ともっと買う話がしたくてたまらないぞ。一目惚れだろうがなんだろうが、これを恋と呼ばずに何というのだろう。恋に恋する乙女のやつには全力で否定されたものの、この気持ちが全て今だけのものとは到底思えない。タイガは論外として三つ男と話そうと思ったのだが、ああ見えてざっくりと心をえぐられているようで、しょんぼりしていたから俺もちょっと気を使ってしまった。誰かと話さないとこの感情はどうにも発散できないな。ワクワクウキウキ。母さん母さんと恋バナなんて死んでもしたくないぞ。せめてカナリを出せ妹を。こう見えても母さん恋愛経験だけは人並み以上にあるんだから。母さんの時代の恋愛経験語られてもな。あ、ほら今って令和なわけだしさ。知ってるわよ、今の子って告白も全部ネットで済ませちゃうんでしょ。せめて電話ぐらいしたらどうなの。まあそうだな、うん、俺未だに母さんとカナリ以外に連絡先知ってる女性の方いないんだけど、それ遠回しに煽ってる。そんな彼方にちょうどいい練習相手がお隣にいるじゃないの。ほら練習相手で母さんが目くばせした先、お隣の足立家。カーテンの向こうには幼なじみのチーの部屋があるのだ。チーか、まあ母さんよりはいいか。ひどい、所詮はおかんより幼なじみなのね。父さんに鬼伝しなくちゃ。発想がなんていうかやっぱ古いんだよな。ようやく鬱陶しいおかんがいなくなったので、おもむろに窓を開ける。つかあれだよね、向かい合わせでさ窓がこうなってるってあんまりないよね。普通の感じだとね、あんまそういう立て方しないもんね。あ、ちいさん、幼なじみのちいさん。反応はないが、確かに窓の向こうに気配を感じる。おいちい、聞こえてんだろ、早く返事をしないと、明日俺がお前の幼馴染だってクラスメイトにバラして。うっさい、近所迷惑でしょ。重量のあるパンダのぬいぐるみが顔面めがけて飛んできた。なあ、恋話しようぜ、チー。だから死ぬほど嫌そうな顔しないでくれよ。嫌そうな、じゃなくて嫌なの。なんだよ、釣れないな。人前じゃなかったらお話ししてもいいって言ったろ。カナタと違って暇じゃないの。嘘つけ、お菓子食いながらダラダラ動画見てたのバレてんぞ。ああしゃカーテンを閉じるな、カーテンを。幼なじみに部屋を覗かれて困ることでもあるのか。半ば存在すら忘れかけていたくせに幼なじみ面しないで。そりゃあお互い様じゃないか。いつからちょっと疎遠になったかも覚えていないが、あ、まあ思春期の幼馴染なんてそんなものだし、チーのやつも気にしてはいないだろう。っていうかチー、
お前しばらく見ないうちになんか可愛くなったな。前から可愛かったけど、すぐ拗ねてほっぺたもちもちさせてた頃しか覚えてねえや。こうしてまじまじと幼馴染の姿を見るのは実にな数年ぶりだったが、まあ成長を感じるもので、なんかね。そういう彼方は聖知人だ。お前人が気にしていることを。成長期にかかとの骨叩いて伸ばすの手伝ってあげたのに、まさしく無駄骨だったね。窓枠から足をプラーンと投げ出して俺のことをからかってくる。ちなるほど、そういう体勢怖いけどね。結構2階の窓から足出して、しかもあのなんていうの、ベランダ的なところないからねしかしまさかまた同じ学校の同じクラスになるとはな。ほんと最悪。実は俺、母さんの陰謀が働いている気がしてならない。あるかもね。ミクちゃん、私とカナタが仲良くしてほしいみたいだし。あのかまってちゃんの相手してくれるなら願ったり叶ったりだよ。俺もチーと仲良くしたいしな。やだ。なんだよ、かなりとは変わらず仲良しなくせに。今日も一緒に登校しましたが何か？朝誰を待ってるのかと思ったらチーだったとは。お兄ちゃんだけ仲間外れにするなんて寂しい。兄ちゃん、うっさい。隣の部屋から壁ドンついでに耳ざとい妹の罵倒が飛んでくる。こんなのと一つ屋根の下で暮らしてる、かなりがかわいそう。そんなこと言ってるぞ、かなりとチー交換するぞ。伝統の家族交換だ。恋愛ゼロキロメートル懐かしいな一体どこの伝統なの？絶対嫌。いや、伝統はここだ。この作品というか、ここの、ね、わかるよね。なんてくだらないやりとりをしているうちに、なんだかお前と話してたら悩みが全部吹っ飛んでったわ。ありがとな。それ、吹っ飛ばしたままでいいやつなの？明日のことは明日の俺がどうにかしてくれるさ。寝るわ。またな、ち。パンちゃん返すぞ。うん、おやすみ。パンダのパンちゃんをチーに返してから俺はそのままベッドに潜り込む。メンタルケアにはチーとのお話が良さそうだな。今まであまり悩むことがなかった俺には必要なかったのだが、恋愛という未知のものに立ち向かうには必要になってくるのだろう。久しぶりのカナタ君とのお話はどうじゃったかな。どうもこうもない。ほんとバカのまんま。全部思い通り。あれ、私は何を憤っていたんだっけ。まあいっかいいのかはちょっとなんとも言えんけど、まあなんかチー、まあ今のは多分パンダのパンちゃんと話してたんというか、なんかこうね、人形遊び的な感じの喋り方っぽかったけど、どういうことだろうね、最後のセリフは。あー、もうちょい行くか。よし。さて、何事もなく早くも休日を迎えたわけだが、あー、なんかフードコートっていうかザ・マックみたいなねね、そういう感じするよね。男女共学化がスタートし初めての週末、近所のマクゴに野郎たちを収集していた。招集じゃなくて収集してたんだ言うほど何事もなかったか。カナタとミツオは揃ってもう有名人じゃないか俺をマザコン玉砕白馬の覗き土下座と一緒にするなちょっと待て、いくらなんでも俺の二つな増えすぎじゃないか。このままどこまで伸びるかちょっと楽しみだよな。それだけでなんかもうなんかジュゲーム的な感じになりそうやけどね。お前一言だと思って、この中で一番進歩ないのはタイガなんだからな。そっか、タイガのあのことを知らないからいやまあ別に何が進んだかと言われると微妙なラインだけど、なんなら一番いい雰囲気だったのタイガだからね、この中で。一歩進んで二歩下がってるカナタたちには言われたくないぞ。もうスタートよりだいぶ後ろに下がってそうだもんな。どんぐりの背比べはやめよう。俺たちは一度建設的な話し合いをするべきだ。
いつになく真剣な三尾に俺とタイガが顔を見合わせる。一目惚れのくせにやけに真剣だなこいつ。身の丈に合ってないという時点で真剣にならないと勝ち目がないのはそうなのだが、それ以前に三尾が恋愛に対してこうも本気になっているというのが少し意外なのである。何はともあれ、まずは腹がしらいだな。バーガーでも頼んでと。謝罪謝罪。初対面の店員にセクハラですか？訴えますよ。次は法廷で会いましょう。初対面ではないだろお前誰かと思ったら夕暮れのトコヨちゃんじゃないか。トコちゃんと呼びなさい。性犯罪者めご注文をどうぞ。ラクサスマイルください。にうーんまるで目が笑ってない。怖い。まったく注文の多いクソ客ですね。ブツブツ。スマイルください。笑顔を忘れてしまった少女にスマイルを強要するとは、あなたそれでも人間ですか畜生ですか。いや本当に笑えないのかよ。私のスマイル1億円。大金積んだら笑顔になれるのか。仕方ないですね。特別ですよ。今から音真似するので当てられたらスマイル差し上げます。ピラリ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 ピロリ菌の鳴き声。ぷっぷー。正解はポテトが上がった時の音でした。なるほど。なんかさ、もうちょいなんかないっけ。ピロリン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 みたいなちょっとなんかロとリの間 ないっけなんとなくイメージでなんか聞いたような気が。音真似下手くそかよ。後輩の茶目っ気を一生に伏すなんて解消のない先輩ですこと。ああ、やっぱり後輩ちゃんだったのか。もう音真似はいいからスマイルくれよ。店長を呼べ。実は私が店長ですゆえ。おい、かなた、バーガーまだか？お腹が減ったぞ。腹ペコキャラみたいなこと言うんじゃないよ。トコちゃん店長のおすすめセットです。はいどうぞ。営業妨害なのでさっさと失せてください。優しいのかそうでないのかわからないな。あれれしった、次の方どうぞ。あれれしったやっぱり笑顔はないまま機械のような接客でバイトをこなしていくトコちゃんを尻目に席へ戻る。かなた、あの子知り合いか？どっかで見たような気がするんだよな。そうだな、一部始終見られてた側だったからなああ、知り合いだし同じ学校の後輩だぞ。新生活が始まってから一番話している女の子かもしれないが、マジで知り合い以上の何でもないから説明に困る。しかもうっかりパンツを見てしまったなどと言おうものなら、タイガとはいえ発狂する可能性があるから下手なことは言えない。何？いい加減もう付き合いきれないわ。トキヤいつもいつもあんたってそういうところが終わってんのよ。おお。いきなり水をぶっかけられ、まくし立てられ、あげく最後にぶたれた男の顔に見覚えがあって、女性の方がそのまま店を出ていき、後にはポタポタと頭から水滴を垂らす男が真顔でテーブルをナプキンでふきふきしていた。ドヨーンと周囲の客含めて何とも言えない雰囲気になっていた。ああ、誰かと思えば偏屈イケメンじゃないか。誰だ貴様いや、覚えててくれよ。ほら、体育の。ああ、なんだ、マザコン王子か。お前わざとやってんだろ。カナタ、知り合いか？早く体も拭かないと風邪ひくぞ。俺が拭いてやろう。なんだこの優しいデカブツは。まんま優しいデカブツだよ。タイガに風呂上がりのワンコでも拭くようにわしゃわしゃと髪をタオルで包まれ拭かれている。タオルどっから出てきたんだよ。がっしりと掴まれているから逃げるに逃げられない。フィジカルでタイガにかなうものだぞ、そういない。どうしてバーガーを頼みに行っただけなのに捨て犬野郎を拾ってくる展開になるんだ。ああ、まあまあいいじゃないか、同じクラスなんだし。え？この人同じクラスだったのか。タイガはとりあえずクラスメイトを一回全員覚えよう。まあ、全員覚える、名前まで覚える必要はないかもしれんけど顔は覚えよう気づいてなかったのか。鼻につくイケメン面だったから俺は覚えていたけどな。そんなことよりもイケメン君よ、見事に振られていたみたいだが、ん？あれはなんだ、
同じ学校の女には見えなかったが。何を言っている、年上に決まっているだろう。ん、年上。いや驚きすぎだろ、同じイケメン族のくせに。しかし同じイケメンにも格差があるという悲しき事実。まあ三尾も、だから本当にね、黙ってたらイケメンつか、二人とも黙ってたらイケメンなのかもね。でその年上のお姉さんと貴様は一体何をしていた。少し口論になっただけだ。わざわざお前たちに話すような大仰なことではない。水かけられた上に引っ叩かれたのに。よくあることだからな。ついさっきまでちょっとかわいそうなやつに見えていたのだが、今の一言で俺と三尾の目つきがガラッと変わる。年上のお姉さんと休日に出かける機会がよくあるだ。同じクラスのよしみでよくしてやろうと思ってたのに、まさか裏切りモテモテやろうとはな。一体何を言っているのか理解できんな。振られたばっかりのくせに生意気だなこいつ。ああ、どう吊るし上げてやろうか。切れすぎだろう二人とも。こんなすれた面してんだ、どうせ非童貞に決まってる。やることはやってんだろ。ああ、当然女の子のパンツごとき見慣れているに違いない。許すまじ、許すまじ。タイガを味方につけるの簡単すぎるだろ。僕はこう見えて忙しいんだ、用がないなら帰ってもいいか。切れ散らかす俺たちに、俺たちにもさして動じず、死ぬほどうざそうな顔をするイケメンクソ野郎などと、少し前の俺たちならば即座に切り捨てていたところだろう。だが自らも恋をすることで生まれ変わったんだ。ここは寛大な心でぜひとも聞いてやろうじゃないか、君の悩みを。俺の言葉にただ怪訝そうに目を細めるイケメン君を尻目に、三尾が耳打ちしてくる。おい、カナタ、一体どういうつもりだ。裏切り者に組するなど、日の手の貴様とはいえただでは済まさんぞ。なあ、三尾、今の俺たちに足りないものって何だと思う。地位と名誉、つまり金じゃないか、経済力というか。金で何とかしようとしてんのか。違う、俺たちまだそんなことを考える年じゃないだろ。じゃあ一体何だって言うんだ。それはだな、圧倒的恋愛経験だ。なるほど、意図は理解した、任せておけ。ポテトも食べないか、そわそわ。この僕に餌付けをするつもりか、貴様何様だ。喧嘩別れした後だから情緒不安定だ。いや、もともとだ。イケメン君と一緒にされて困っているタイガーをよそに、三尾との意思統一が完了した。この間の体育のことは少し引っかかるものの、年上美人のお姉さんと付き合っていたという事実に勝るものはない。俺たちに欠けていたピースを揃え、思い描いた幸せ彼女ライフを送るためにも、この異種族との対話は必要不可欠なのである。さあ俺たちと恋バナをしようじゃないか、イケメン君よ。どうせその面だ、したことないんだろ、やろうとする恋バナを。何、恋バナだと。イケメン君に三尾と二人で詰め寄り、そろりそろりと囲い込む。そう、今日ここから始まるのは、俺たち恋愛弱者が身を寄せ合って恋バナを武器に立ち上がる青春恋バナ野郎たちの熱くたける恋愛奮闘記なのである。でも結局待ってみたり、いつから好きとかどうしてなんて語りつく
子とデートしたいとか、いろんな恋バナをして盛り上がるのが一番楽しい。そんな青春恋バナ野郎たちのバカらしくも愛おしい恋愛奮闘コメディが登場。朝プロジェクト最新作恋バナ恋愛、2023年9月29日発売予定。朝プロジェクト。はい、ということでオープニングまで来ましたね、とうとう。はい。いやー、改めてやっぱりね、このオープニング聞くとなんか知らんけどさ、鼻のなんて言うんだろう、奥のさ、ちょっとなんかツンとするところがさ、なんかこうツーンと来る感じ、なんかもう本当になんでこんなにさ、ちょっとうるっときちゃうというかさ、なんか泣いちゃいそうになるのかわかんないんだけど、やっぱね、いいよね。うん、なんだろうね。いやー、本当に、いやー、なんかこう、やっぱ青春ものというか学園も、もう、なんかさ、言ってしまえば、まあ、ある意味王道学園ものみたいな感じじゃん。そういうのを求めていたのかな、心のどこかで。なんかね、なんかね、なんかこう、懐かしさとかも感じつつっていう感じなのかもしれないけど、なんかいろんな感情が溢れる感じがして、すごい俺もうなんかね、このオープニング好き。はい。じゃあ、とりあえずオープニング、まあ、ある意味、一個の一段落したところまで来ましたので、今日のところは一旦ここで締めましょうかね。まあ、一応まあ、ここまでオープニングまで来ましたけども、まだもう少し、その体験版はね、続きますので、また次回もぜひぜひお楽しみにしてください。はい。じゃあ、というわけで今回のところはここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。